はい、ということで、はい、本日はイベントありがとうございました。ありがとうございました。じゃあちょっとお名前の方、ブラザー TV で、カメラマンやってる今泉さんいます。はい、今泉さん、ありがとうございました。ありがとうございます。今日ね、はい、何を受けてるの今日は、10人ぐらい高校球児じゃないかでも実は僕キャッチャーじゃないんですよ。それであんまり内野手なんですよ。草野球かでも、あ、本当にここ2年前ぐらいからキャッチャーでした。うまかったっすよ。全然頑張ってくれて、ちなみに僕ブラザー TV のカメラマンって言ってますけど、チームブラザーに入ってないんで何者なんですか。あの別のチームに入ってる。はいはいはい。まあでも仲があってのってことですね。そうですね、はい、あの YouTube 見てただの視聴者がカメラマンになったって感じ。俺と一緒だじゃあちょっとね、はい、そのキャッチャーナイスプレーをたくさん、はい、出してくれたキャッチャー見てます。はい、こちらです。はい、はい、グロングロン、あ、よく知ってます。いや、僕持ってますから。あ、本当ですか。はいはいはい。これどちらで作られますか。これ、埼玉県の小柳さん。やっぱりそうですよね、まあ、だろうな。やっぱりそうですよね。3年前ぐらいにオーダー会やってて、うんうんうん、その日に、はいはいはい、年末のオーダー会。年末、そうですそうです。毎年やってますもんね、はい、これなんかこだわりとか特徴って。こだわりは、刺繍。オリジナルですか。オリジナルです。群馬県の、あー、郷土愛。はい、群馬県のマークに、なんか重ねで館林って入れてもらいました。市の名前も入れて、はい、チームが館林にあるので、あ、館林って入れました。おー、これ2ピースじゃないですか。はい、珍しいですね。はい、あんまない。定番じゃほぼ前まで阿部慎之助選手モデルが2ピースで出てましたけど、はい、そのまあ引退されちゃったんで、はい、今2ピースのキャッチャーミットって、はい、多分オーダーじゃないと見ないような気がするんですよ。もしあったら申し訳ないです、はいはい、なんでやっぱり珍しい感じになって、はい、で2ピースのグローブ、あ、ミットなんで適度な浅さがあるんですよね。そうです、深くなりづらいっていう。うん、で通常ですとここの紐が通されてるんですけど、これ、はい、ここ通さないでくださいって言うんで指定したら、うん、そうか、クロムさんいろいろやってくれる。で、なんかクロムさん、阿部慎之選手の本ちゃんのやつはなんか通ってないらしいって聞いたんで、じゃあそれで、この紐も切れづらいんで、そうっすね、ここがないんで、はいはいはい、で、ここを内側に入れてください。あ、そう、ここからは2ピースって切れちゃうのが一番の難点だったんですよ。ここが切れちゃう、そこに本当ははみ出しがそうですそうです、あるんで初めて知った。それを、まあ、裏隠しに持ってったって中に入れる。初めて知った、すげー、初めて知った、初めて知った。なんか音も鳴りやすいらしいんですよね、はいはいはい、そう、意外と音が鳴らないっていうのが2ピースの難点でもあったのと、ここが切れやすいっていうのがあったんですけど、それを全部改善された。そうです、キャッチャーミット、はい、いや、こだわりしかねえ、こんなの。すごいな。キャッチャーやるんで、オーダーしたんですよ。当時は、そう、じゃあ来年からちょっとキャッチャーやってくれって言って、ちょっと練習してって言われたんで、持ってないから、まあ、買うかと思って、まあ、買うならオーダーしようかなみたいな。わまあ、これ軟式用です。これ軟式用です。そう、グロムさんの軟式ってめっちゃ安いんですよね。そうなんです。これ多分、一応2色2色です。あと、本体2色だと、いくらだ、はい、僕作った時は、2色関係なく、25,000円。そっか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 。この刺繍が、ちょっとオリジナルなんで、ちょっとそこで別料金かかって、でも、33,000円とか。安い。わー、オリジナル刺繍入れて。はい、このオリジナルで。で、ウェブの、そうです、こういう、オリジナリティもあって、指定して。やばいな。はい、グロムさん遊びすぎ、すごいですね、グロムさん。グロムさんが遊びすぎたのか、小柳さんが遊びすぎたのか。そうですね、多分小柳さんでしょう。まあ今日はね、これでいいキャッチャーのプレイを連発してくれたので、ちょっと引き続き、はい、もし次回は、はい、よろしくお願いします、はい、じゃあちょっとね、はい、そんなこと言いながらもう一個あるので、もう一個、はい、こちらですね。これは埼玉にゆかりしかねえですよね。早川。そうです、早川グロムさん。これ、さっきちょっと一瞬見ておっと思ったんですけど、はい、ちょっとおかしい。はい、スリーブリングが、はい、そんなことないですか、早川に入ってますね。これ本体が時計面クリームです。はいはいはい。あとこの薬指のとこがクリーム、うんうん、で、あと残りがコルク。はいはいはい。で、ちょっと玉はみの白だったんですけど、もうだいぶ色がついちゃったんで、で、紐がもともとタンを使ってたんですけど、今年の冬に自分で紐全部変えて。自分で変えました。これあ、自分でもできるじゃないですか。まあまあまあね自分で紐変えて、この青と中が黄色。これ小柳さんで買いました。か、買ったのは、メルカリ買いました。メルカリで安く買って自分でやりました。小柳さん確か中のありますあります、はい、これなんかこだわりとかってありますか。こだわりは今まで僕ってこれちょっと深く作ってるんですけど、はいはいはい、あんまり深いグローブって好きじゃなくて、うんうん、ただちょっと軟式の棒でこう強いだけ弾くことが多く、まあ、やっぱちょっと掴める方がいいのかなって言うんで、ちょっと掴めるように自分で片付けして作りました、はいはいはい、あ、セルフ片付け。そうです、自分でやりました。いろんな YouTube の動画見て、はいはい、こういうの感じでなるほどと思いながら、はいはいはい、いつ頃だったんですか。一昨年の10月ぐらいにオーダーして、翌年の、2月に来ました。
はいはいはい、まあ、5ヶ月ぐらいで、はい、でもうこんなに使い込んでるの。そう、最初もともと1個別のグローブ使ってて、うんうん、まあ、そっちと併用しようかなと思ってたんですけど、でこっちをこうキャッチボールとかで片付けしてる間になんかもうこっちが良くなっちゃっていやこれすごいなって思うのが、うん、やっぱ1年半で2年ぐらいじゃないですか、はい、って早川のグローブでこんなに使い込むんだっていう、めちゃくちゃ硬いですもんね、っていうイメージがあるので、はい、あ、そうなんですか。こう来た時結構柔らかかったんですよ。珍しい。スタートから柔らかくて、まあ、でもあった、多分色の問題かもしれないですね。キャメル系なんで、はいはいはい、ちょっと柔らかいのかなっていう。なるほど。そう、一緒にオーダーしに行ったんですよね、はいはいはい、後輩と、はいはい、同じチームのピッチャーを買いに行きたいんで一緒に行きましょうって言われて、うん、行ったんですけど、僕買う気なかったんですけど、気づいたらなんかどうしますかって言われちゃったんで、じゃあって言って確かねえな、確かねえな、じゃあ買いますって。なるほどなるほど。じゃあなんか見て決めようかなと思ったんですけど、なんか買おうかなみたいな。そうっすね。で基本的に買ったグローブですね。早川の魔法って言われて、はい、一緒に行った人が一緒に買っちゃうんですね。工場のね、感じが、うん、なんか買いたくなるんですよね。そうっすね、はい、ということで、はい、まあカメラマンであり野球としてもこれを機にね、はい、ぜひ翔平 TV の、はい、イベントの方にも参加していただければと思います、はい、翔平 TV さんこの間インスタにメッセージを送ったりとかしたんで、ライブの時にありがとうございます、まあ、引き続き、はいはい、ぜひぜひちょっとチャンネルの方もよろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。本日は僕から、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。またよろしくお願いします。はい、じゃあお名前をお願いします。ブラザーのノリと申します。はい、ノリさんお願いします。お願いします。今日はね、ニューカー一緒に回すから。そうですね、三遊間も思った。ありがとうございます、ね、トリプルプレイね、あれは奇跡、あれは奇跡ですね。楽しかったよ。ありがとうございました。徳川からね、まだ本当にありがとう。許容範囲ないな、まあ、関東だよ、ね、同じ関東ね、ざっくり関東だから、同じ北関東、ざっくりしすぎで、ざっくり関東だから近いなるほどなるほど、そう言っていただけるとね、はい、ありがとうございます。じゃあちょっと今日ね、ショート守られた、はい、グローブ紹介です。はい、お願いします。一応主戦はこっちのドナイヤ。はいはいはい。多分これドナイヤの山田選手モデルの小型、一番ちっちゃいやつです。はいはいはい。いや、これいざ持ってみると本当に小さいな。めっちゃちっちゃいです、うん。いや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 。いや、入んなかったっす。めちゃくちゃちっちゃいです。これ公式用ですか、軟式用ですね。え、軟式用なんか硬くないですか。もうずっとこの状態を保ちたいっていう。全然、いや、使い込んでんですよ、めちゃくちゃ。足がある。めちゃくちゃ。そう。いや、本当にいいグローブだと。親指しっかりしてるし、マジで全然へたれてないんですよ。へたれないですね。やっぱドナイヤすげえわ。めっちゃいいかも。マジでいい。だからなおかつ多分、いや本当に守備が上手いのと、いや上手い人の肩してるんだわ。もうありがとうございます。もうね、同い年だからね。ね、そうっすね。今日判明ね。今日判明はいはいはい。今日判明今日判明上手い磨き方やっぱしてますね。ありがとうございます。本当に多分重くならないようなオイルの使い方とかもしてるんだろうし、そうですね、オイルとかは2ヶ月に1回とか、うんうんうん、基本はもう空拭き水拭きで汚れ落としして、そうですね、落とすだけ。これこだわりとかってありますか。こだわり、もう完全にこの子は僕が軟式始めた20歳ぐらいから使ってる子なんで、はいはいはい、どっちかっていうとその工事の扱い方、うんうん、その取り方しか、もう当て取りしか知らなかったんでっていう感じで、まあずっと意識はしてて、うんうん、そうですね。山田選手もなんか確かどっかなんか画像で見たことあるんですけど、投げる時ってめっちゃ押してたんです。押してます。意外と山田選手は当て取りしてるんですね。そうそう、絶対してます、絶対してます。深いグローブなんで、まあ、そういったような型をするね、グローブですね、っていうイメージで当時は作ってました。うんうんうん、はい、すごい、こんな小さいの取れるんだ。よく取れます、絶対無理。普通のドナイヤーの山田哲人選手モデルじゃない、使えないです。うんうんうん、俺それでも使えないですこれ、順巻きなんですけど、どて紐抜いてるんですね。抜きました、抜きました。で、ちょっと広く、広め、だから、ね、もう、ほんとここの状態で使ってたい、うんうんうん、でも、逆巻きしないのにこんな広くなるんだっていうのはすごいなっていう。片付けうまいね。全任せなんで、お店に。なるほどね、まだも言わねえわお店全任せ。なるほど、ありがとうございます。じゃあ、ちょっと、はい、ありがとうございます。紹介の方もこんな感じですね。バックボーン、バックボーン、バックボーン。インスタグラムアカウントはあるんで、気になってるっすよ。え、これやばくないっすかマジで気になってる自分。え、ちょっと待って、ちょっとこれ親指片押しさりげなさすぎて気づかなかった。小指が、あ、小指もなんです。そこだけ色変えて、ちょっとオプションですけど。なんすかこれ。めっちゃ気になってる。これ軟式用、軟式用っすね。一応そうですね、軟式用で作らせてもらってて、はいはいはい、僕のもともと入ってた草野球チームの後輩くんがまあ職人をやってくださってるんですけど、でちょっと毎年1個お願いしている感じ。毎年3年目です。おー、じゃああと2個ある。あっちにあります。すいません、お時間ですよ。全然全然もうね、見たかった。特に時にイベント終了してるからね、何万人長くできないで、もうすぐ。そうですね、もう全然全然。で一応これ今年用に作ったんですけど、作ったのが4月で、納期も2週間くらいできて、マジで早いな。マジで早い。やってんなー。
早い早いですね。もう本当にありがたい限りで、でも3ヶ月まあ試合で使いながらなんですけど、うん、まあもうここまで柔らか、馴染みいいっすね。めちゃくちゃ馴染みがいいっすね。でも本当にわがまま聞いてもらって軽くしてもらってるのもあるんですけど、あ、じゃあちょっと顔ついてあったりとか、ついてありますっていうのもあって、まあ馴染みが早いっていうのもあるんですけど、だから一連で行こうっていうのもあるんですよ。そういうことですね。わがまま聞いて、わがまま聞いてもらってるんで、ちょっと年一契約で、契約なんだ。契約っていうとあれか、契約はもらってる、契約はね違うことになっちゃうんで、年一で買うよっていう約束のもとで作ってもらってる感じですね。はい、これなんか特徴とかってあるんですか、こだわりとか。こだわりはもうさっきも触れてもらってましたけど、はいはい、ここですね。さっき見せたあれですね、片押しの、片押しのですね。もうここはちょっとずっとやりたかったんで、それをもう最大限、さりげないんですよこれがまた。いやもうなんか僕本当に間近で見るまで気づかなかったんで、でも遠目だと本当に同色、うん、ほぼ同色って感じですね。でもなるべくさっき紹介したドナイヤの型に近しいものを、うんうん、サイズ感とかもそうです、ね、あんまりその型番とかもあんまりないんですけど、はいはい、ちょっとなるべくそうさっき持たせてもらった感じ小さめだなっていう、そうですね、感じがして、で感じですか、はい、土手紐シングシングシングってあんまり見なくないですか。いやもうなんかメジャーリーガーも出てくるんですけど見ない気がするんですよ。なかなか珍しいな。トライですね。今年ちょっと挑戦してみて。はいはいはい。まあどうせ土手紐抜くんだったらみたいな。なくても一緒やん。はいはいはい、確かに一緒。確かに確かに。ビビタン刺すので軽量さが勝つと。カラーリング超おしゃれ。赤、片押しの赤、黒、黄色で、はみ出しと、ヘリ革か白。紐も白。クリームというのクリームだったかな。なんか断面見るとちょっと白っぽいです。そうです、ね。いやもう、これはね、やばい。いやマジで、やばい。こんなところにね。若干刺繍入ってるし。そうですね、背番号の。いやもうおしゃれ。ありがとうございます。おしゃれなんで散らばってないですよね、色。そうですね、ここはここ、ここはここ、まあ、まとまり感がある。うん、まあ、3色、4色4色ですね、全部で、はい、うん、使っても全然そのガチャガチャしてない。ちょっとな、ありがとうございます。さすがさすが、本当に本当に翔平 TV で紹介してほしいんで、下にちょっと概要欄の、はいはいはい、バックボーンさん、インスタグラムですね、まあ、アカウント後で載せておいてもらえればと思います。もちろんで、はい、マジで自分気になってるんで、あとね、2個あるっていうので、ちょっと、ね、逆に僕がこのブラウザーさんが参加できれば今度、はい、ぜひお待ちしてますんで、はい、群馬行きましょう、はい、行きましょう。概要欄にブラウザー TV さんの、YouTube チャンネルに、はい、載せておきますので、そちらも皆さんチャンネル登録とチェックの方よろしくお願いいたします。はい、本日はいえいえ、こちらこそありがとうございました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、はい、ということで本日はブラザー TV さん軍団のグローブ紹介の方させていただきました。皆さんもね、こだわりの強いグローブだらけだったので、ぜひぜひ、チェックしてみてください。はい、本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いいたします。それではありがとうございました。よっしゃ、本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いいたします。それではありがとうございました翔平 TV 2022年版 T シャツ&スウェット販売、購入リンクは動画概要欄にあります。チェックよろしく。チャンネル登録1万人突破、皆さん本当にありがとうございます。2万人、3万人、4万人と頑張っていきますので、これからもよろしくお願いします。チャンネル登録は必須でお願いします。